カルピの戦いは、スペイン継承戦争における戦闘の一つ。1701年7月9日に、現在のイタリア・エミリア・ロマーニア州モデーナ県の都市、カルピで、オーストリア軍とフランス軍が衝突した。オーストリアは、イタリアのミラノ工領などのスペイン領を確保するため、プリンツオイゲンを司令官にして、イタリアに侵攻を開始、5月に、チロルから、 イタリア北東のロベレートに3万の軍勢が集合した。しかし、中央のロンバルディアとアディジェ川流域は、ニコラ・カティナ将軍が守りを固めていて、イタリアへの進路は封鎖されていた。そこでオイゲンは、ベローナへ南下する途中で進路を東に変え、中立のベネツィア共和国を通って、ベローナを右に迂回イタリアの平原に出た。こうして、オーストリア軍は、 アディジェ川に沿って防衛線を張るフランス軍を大きく回り込むことに成功した。7月9日、アディジェ川の南に出たオーストリア軍はカルピのフランス軍右翼に攻撃を加え勝利、防衛線を民朝側に交代させたフランス軍を追撃して左翼も打ちまかした。この戦いに勝利したオーストリア軍はイタリアに地方を固め、チロルからの補給を可能にすることに成功した。 戦後フランス軍の指揮権はカティナからビルロワ港、フランスはドヌフビルに移り、9月に精神してきたオーストリア軍と交戦した。ありがとうございます。